尺の絵みたいなのを撮っていこうかなって思います。はい、ね、今日も京都で夜はねちょっと飲みがちですね。まあそれも悪くないと思います。うん、適度な運動、あと太陽を浴びる、最低ねそこさええーね、クリアしたら、悪くないかなというふうに自分自身に、言い聞かせてますし、そう思っております。ハロージャキ YouTube アルコールにビビるジャッキー、時間を早めるジャッキー。のね、特製サワー系を4種類買ってきました。ちなみに私はこのキリン特製ホワイトサワーが、もともと好きでした、うん、ヨーグルトすっきり仕立てってやつですね、うん、これが最初に多分ね店頭で出回りましたね、うん、主にコンビニで、うん、あとこれっすね、これコーラサワーでホワイトサワー、ドライサワーでグレープサワーって書いてますね。これらを飲んでいきたいなって思いますね。どうしようかな。最初はこのドライサワーからいこうかな。このシリーズ、多分最近出たんですけど、なんかね100円ぐらいで買えちゃうんですよね。100円ぐらいで買えるのに 9% っていうね高アルコール度数なんですよね。高アルコール度数、やべえなって思いながら、まあ、ちょっと美味しそうなんで買いました。はい、じゃあ行ってみましょうか。私の家にね机がないんでね、めちゃくちゃ不安定なところで撮影してます。この特設の机を使ってね今これ置いてるんですけど、下手したらワンチャンこれ転がっちゃって倒れる可能性ありますね。はい、ということで、これから開けていこうかなと思います。